皆さんこんにちは。今回の動画ではここ1週間で新たにリリースされたり話題となった AI 関連のツールと AI 関連のニュースをまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。まずはステイブルオーディオの紹介です。画像生成 AI ステイブルディフュージョンの開発元のスタビリティ AI はテキストから様々な音楽とサウンドエフェクトを作れる音楽生成 AI ツールステイブルオーディオを公開しました。ステイブルオーディオはオーディオスパークスという音楽ライブラリを利用してトレーニングされており、レーテントディフュージョンというモデルが使われているとのことです。ステイブルオーディオはツールページ右上のTry it out for free ボタンをクリックして Google アカウントなどでログインすれば無料で利用できます。初回ログイン時、規約に同意した後に出てきた画面左上のテキストプロンプトの部分に自分が作りたい音楽のイメージをテキスト入力して、デュレーションの部分で作りたい音楽の時間を設定し、右矢印ボタンをクリックすれば右側に音楽が生成され、作った曲は MP3 形式でダウンロードできます。 130bpm のトランスミュージック、 150bpm のジャズと簡単なテキストを入力して作ってみましたが、こんな感じの曲ができました。いかがでしょうか。これまでに公開された無料で作れる音楽生成 AI ツールの中ではクオリティは最高峰だと思います。スタビリティ AI のニュースリリースページではデモ曲が公開されていますが、テキストで楽器名を入れるとその楽器の音楽が出力され、808ドラムマシーンなどの具体的な楽器名にも対応するようです。なお、ステイブルオーディオは無料プランでは作れるサウンド数が月間20トラック、作れるサウンドの長さが45秒に制限されます。有料登録すれば作れるサウンドの数が増え、長めの曲も作れるようになり、商用利用も可能になるようです。続いてはクリップドロップの日本語版の紹介です。スタビリティ AI は自社の運営している画像系の AI ツールがたくさん置かれているウェブページクリップドロップが日本語表示に対応したと発表しました。ページに置かれている各種ツールで入力する際のプロンプトも日本語に対応したとのことです。クリップドロップは多くのツールが登録不要で無料で利用でき、画像生成 AI ステイブルディフュージョン XL のほか、画像の足りない部分を AI が作ってくれるアンクロップ、落書きから画像を生成してくれるステーブルデュードル、人物の写った画像の背景を削除してくれるリムーブバックグラウンド、画像の画質を上げてくれるイメージアップスケーラーなど、かゆいところに手が届く画像編集 AI ツールがたくさん置かれています。一通り試してみましたが、プロンプト入力に対応しているツールは全て日本語入力に対応していました。続いてはチャット GPT の日本語版の紹介です。チャット GPT の操作画面はこれまで英語で表示されていましたが、この度日本語を含む10言語の表示に対応しました。日本語に対応したのはウェブブラウザ版で、この動画を作っているタイミングでは iOS アプリ版は日本語に対応していないようでした。日本語表記になるタイミングはチャット GPT にアクセスすると自動的に日本語になっているパターンと、画面上部に日本語化のお知らせが出てきてから日本語表示許可すると日本語化できるパターンがあるようです。なお、チャット GPT の左下から行ける設定画面の一般のロケールと書かれた部分で言語の変更ができます。目立つところでは
フォーム上部に表示されているチャット GPT のおすすめプロンプトが日本語になっていたので、英語が苦手な人にとっては地味に嬉しい機能なのではないでしょうか。続いては Adobe Firefly の紹介です。 Adobe はこれまでベータ版で公開していた生成 AI Adobe Firefly のウェブ版と Photoshop などのアプリに統合された Adobe Firefly の機能を一般公開しました。これにより Adobe Firefly によって生成されたコンテンツの商用利用が可能になりました。 Adobe Firefly のウェブ版は Adobe のアカウントを作れば無料で利用でき、テキストを入力して画像を生成する機能や画像の一部を削除したり、テキスト入力で AI 生成画像を挿入したりできる生成塗りつぶし機能、テキスト入力でアートワークを再配色できる生成再配色機能などが実装されています。なお Adobe Firefly の一般公開に合わせて生成クレジットによる回数制限が導入され、2023年11月1日から適用されます。生成クレジットは契約プランに応じて毎月配布され、 Adobe Firefly の各機能を1回利用するごとに1クレジットを消費します。毎月付与されるクレジットの数は契約プランや契約開始時期によって異なり、無料で使えるウェブ版の Adobe Firefly や Adobe Express のユーザーは毎月25クレジット、Photoshop アプリだけを契約している場合は毎月500クレジットが配布されます。ちなみに、このクレジットは毎月リセットされて翌月に繰り越せないようです。続いては、プレミアプロの AI 新機能の紹介です。Adobe は、同社のビデオ編集アプリ、プレミアプロとアフターエフェクツに、今後追加予定の AI 新機能を発表しました。プレミアプロに実装される AI 機能は、周囲のノイズなどが入ってしまっている録音状態の悪い音声から、ノイズをワンクリックで除去して、声の部分を強調して聞き取りやすくするスピーチ強調機能で、その他にも会話に含まれるあの、といった言葉を検出して一括削除する機能も実装されます。アフターエフェクツには動画からオブジェクトを切り抜くロトブラシ機能が、 AI を活用することでより正確に素早くオブジェクトを切り抜けるようになったとのことです。プレミアプロ、アフターエフェクツともに、これらの AI 新機能は2023年9月13日よりベータ版に実装され、2023年秋にも正式リリース予定となっています。続いてはオープンインタープリターの紹介です。チャット GPT の有料版であるチャット GPT プラスに搭載されている Python コードを実行して高度なデータ分析ができるアドバンスドデータアナリシスのような機能を、自分のパソコンで実行できるオープンソースソフトウェア、オープンインタープリターが先日公開されました。オープンインタープリターを利用するには、Mac ではターミナルというプログラムを利用する必要があり、非エンジニアには敷居の高いツールだったのですが、この度、デスクトップアプリ版オープンインタープリターの早期アクセスがスタートしました。該当ページに行って、ページ右下のボタンをクリックし、メールアドレスなどを入力すると登録できます。オープンインタープリターは、インターネットにアクセスできたり、Python 以外にも JavaScript などの多くのプログラミング言語を実行でき、テキストを入力するだけで、半自動的にいろいろ行ってくれることもあって、AI 界隈の SNS で今一番話題のツールですので、興味のある方はぜひデスクトップアプリ版に登録してみてください。続いてはキカラボの新機能の紹介です。無料でテキストや画像から動画を生成できる人気の AI ツールキカラボですが、この度新機能が実装され、動画を作る際のテキストにカメラパラメータをつけることでカメラの動きをコントロールできるようになり、生成する動画にカメラのズームインやズームアウトを反映できるようになりました。キカラボはツールページの真ん中にある
ジョインベータボタンをクリックすると Discord のページに飛ぶので、そこで招待を受けるボタンをクリックすると無料で Discord 内で動画を作れます。動画の作り方に関してはキカラボの Discord ページの左側にあるジェネレート1からジェネレート10のいずれかのチャンネルをクリックし、下部のフォームにスラッシュクリエイトと入力し、プロンプトの部分に作りたい動画のイメージをテキスト入力して送信し、しばらくすると動画が生成され、作った動画はダウンロードできます。今回はカメラのズームインのプロンプトを入れて動画を作りましたが、動画はしっかりズームインされていました。なおカメラのズームイン、ズームアウトのほか、カメラを上から下に、下から上へ動かしたり、カメラを回転させることもできます。詳しくはピカラボのディスコードページ左側のリセントアップデートチャンネルに概要が掲載されていますので、そちらを参考にしていただければと思います。続いてはライブドアニュース24の紹介です。 AI キャラクターの開発運営を行う株式会社ピクトリアは、ライブドアニュースなどを運営する株式会社ライブドアと連携して、ニュースを24時間365日配信する AI キャラクターを開発し、 YouTube 上でニュース配信番組ライブドアニュース24の配信をスタートしたと発表しました。ライブドアニュース24の公式 YouTube チャンネルでは、すでに AI 女性キャスターによる音声付きのニュースのライブ配信がスタートしていました。 AI アバターに AI 音声を使ってライブ配信させる環境はすでに整っているので、今後はライブドアニュース24のように AI に24時間ニュース配信させたり実況させたりするコンテンツが増えてくると思われます。続いてはプロジェクトグーテンベルクの AI オーディオブックの紹介です。プロジェクトグーテンベルクは、著作権の切れた名作などの全文を電子化してインターネット上で公開している7万冊以上もの蔵書を誇る電子書籍ライブラリーです。この度これらの蔵書をマイクロソフトのテキストを音声に変換する AI 音声機能テキストトゥースピーチなどを利用してオーディオブック化したプロジェクトグーテンベルクオープンオーディオブックコレクションが発表されました。オーディオブックは数千冊が無料で公開されています。グーテンベルクオープンオーディオブックコレクションのページに Spotify や Apple Podcast、 Google Podcast のページに行けるリンクが貼ってあるので、リンクをクリックするとそこで蔵書をオーディオブック化したものを聞くことができます。オーディオブックはすべて英語になりますが、英語の教材などに使えそうです。続いてはコカ・コーラの画像生成 AI の紹介です。コカ・コーラは9月12日に遥か先の未来の西暦3000年をイメージして AI と共同開発したフレーバーを使用したコーラコカ・コーラ Y3000 ゼロシュガーを発表しました。このコーラは米国、カナダ、中国、ヨーロッパ、アフリカなどの一部の市場で期間限定で販売されるとのことです。また画像生成 AI ステイブルディフュージョンを使って写真を加工できる AI ツールコカ・コーラ Y3000AI CAM も公開されており、コカ・コーラのニュースリリースページの QR コードをスマホで読み込めばアクセスでき、生年月日を入力した後に下部の Go ボタンをタップし、その後カメラのアイコンをタップして被写体を画面に収めて写真を撮影し、画面内に現れる球体を被写体に重ねて下部のチェックマークボタンをタップすると、被写体が未来風のキラキラオブジェに変換された画像が生成され、作った画像はダウンロードできます。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは、マイクロソフトの水の使用量が増加の話題です。テクノロジー系のニュースサイト、ギズモードが報じたところによると、マイクロソフトが毎年公開している環境に関する報告書で、2021年の水使用量が約477万トンだったのが、
2022年には約639万トンにまでアップしました。1年で約 30% も使用量が増加し、その増加量はオリンピックのプール2000個分だということです。この水の使用量の増加には、 AI を動かすために必要なデータセンターの冷却のために水を大量に使用することが大きく関わっているようです。水の使用量が上がっているのは AI 開発に積極的な Google も同じということで、 AI 企業には今まで以上のスピードや規模で暑さ対策が求められます。続いてはチャット GPT が少年の痛みの原因を特定の話題です。ニュースメディアトゥデイが報じたところによると、慢性的な痛みの原因を抱えていた7歳の少年が3年間で17人の医師の診察を受けて原因を特定できなかった中、少年の母親がチャット GPT に少年の症状を入力したところ、主に子供に見られる経流症候群ではないかとの回答が生成され、その後経流症候群に詳しい医師の診断を受けると、少年が経流症候群と診断され治療を受けるところまで行ったとのことです。チャット GPT の有料版で利用できる GPT-4 はアメリカの医師国家試験でも日本の医師国家試験でも合格レベルの実力があると報告されていることもあり、今後も今回のニュースと同じようなケースが出てきそうです。続いては Google のジェミニの話題です。ニュースメディアロイターによると、 Google が自社の開発する大規模言語モデルジェミニの初期バージョンを一部企業に公開したとのことです。ジェミニはオープン AI のチャット GPT の最新言語モデル GPT-4 に対抗するべく作られているモデルで、 SNS 上ではジェミニは GPT-4 を上回る性能を持つのではないかと噂されています。 IT ニュースサイトのザ・インフォメーションはジェミニは2023年秋に公開されるのではないかと報じていますが、 Google 製の新しい大規模言語モデルということで、どうしても期待度は高まります。続いてはアリババの大規模言語モデルの話題です。ニュースメディアロイターによると、中国のインターネット企業アリババが9月13日大規模言語モデルトンイーチェンウェンを一般公開すると発表しました。中国当局は直近で AI 開発企業を積極的に後押ししているとのことで、アリババの AI モデルの公開も承認したとみられており、近い将来にトンイーチェンウェンのオープンソース版を公開して社会全体で無料で商用利用できるようにするという動きもあるようです。先日中国のテクノロジー企業テンセントも大規模言語モデルフンユアンを発表しましたし、中国のビッグテックも AI 開発に本腰を入れてきたようです。続いては AI 駅員の話題です。電機メーカーのオキは JR 九州とともに AI を活用した案内システム AI 駅員のサービス提供に向けた実証実験を10月2日から開始すると発表しました。今回の実験では鹿児島本線の香椎駅などに AI 駅員を搭載した端末を設置します。スマートフォンからもアクセスできるという AI 駅員は、オキの接客支援ソフトカウンタースマートを活用した AI 対話エンジンを採用していて、 AI チャットボットが駅構内の案内や乗り換え案内などをサポートしてくれるようです。今回のような感じで大きな駅や施設などでの案内役としての AI チャットボットの活用は今後増えそうです。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。